皆さんこんにちは。2023年には芸能生活37周年を迎え、今や大御所の貫禄も漂う歌手の坂本冬美さん、演歌界の歌姫として現在でも第一線で活躍し続けています。私生活では独身を貫いていますが、果たして結婚願望はあるのでしょうか。またなぜか囁かれる子供がいるという噂があります。今回は坂本冬美さんに様々囁かれている噂について迫っていきたいと思います。坂本冬美さんは1967年3月30日生まれ、和歌山県の出身です。中学時代から憧れていたという石川さゆりさんを目標に演歌歌手として数々のヒットを飛ばし成功してきました。これまでの37周年の歌手活動を順風満帆の一言と振り返る坂本冬美さん、家族の不幸と体調不良が重なり活動から遠ざかった時期はあるものの、確かに苦節丸年がありません。デビュー2年目に紅白歌合戦に初出場、5年目からは座長公演を行っています。演歌の枠にとどまらず、細野晴臣さんや真和野清志郎さんとユニットを組んだり、ラブソングのカバーアルバムを発表したりと演歌以外でも新境地を切り開いてきました。坂本冬美さんといえば暴れ太鼓や夜桜お七などヒット曲を数多く持ち、ロックテイストの演歌歌手として人気があります。2022年に55歳を迎えた坂本冬美さんですが、私生活では独身を通しており、結婚歴はありません。見た目は50代に見えないほど美人な女性ですから、当然恋愛ネタや結婚の噂など過去にはいろいろと取り上げられていたこともありました。ですが結婚したいと思ったことはもちろんあるとテレビ番組で告白したことがあります。ではなぜゴールインに至らなかったのでしょうか。演歌歌手は地方営業が多いために、結婚したいと思った時は仕事が多忙でタイミングが合わなかったのだそうです。その一方で結婚は面倒くさいと本音も覗かせる坂本冬美さん、ご本人の言葉からは結婚願望はないわけではないけれど、それほど強くはないという印象を受けます。ちなみに以前は24歳で結婚するのが夢だったそうですが、最近は孤独死を心配していることも打ち明けています。独身で夫がいない坂本冬美さんに、なぜか根強く残っている子供がいるという噂があります。実は坂本冬美さんは過去に監督を歴任した星野仙一さんとの交際が噂されたことがありました。星野仙一さんは妻の房子さんと死別した後独身のまま他界しています。しかし実は坂本冬美さんとの間に隠し子がいるのではという疑惑があったようです。発端は2003年に週刊誌が報じた2人の熱愛疑惑でしょう。当時坂本冬美さんは36歳です。坂本冬美さんはというと、2002年3月から2003年4月までは芸能活動を一時休止していました。父親の交通事故死というショッキングな出来事に自身の病気が重なり、実家のある和歌山で療養生活を送っていたようです。突然の活動休止に加え、自宅売却などの行為が身辺整理と誤解され、重病説から死亡説まで様々な憶測が飛び交ったわけですが、そのうちの一つが隠し子出産のため休養ではないかという疑惑でした。二人は週刊誌の報道を事実無根とし、星野仙一さんは激怒して法的措置を取るまでに発展しました。当時50歳だった星野仙一さんは、この報道より以前に白血病のため奥様を亡くされていました。二人の恋愛ネタがなぜ取り上げられたのかについてはよく分かっていません。しかし、実際のところは星野仙一さん曰く、坂本冬美さんとは一度も会ったこともなく、根も葉もない噂を報道されたとしていました。ただその後の経過はどうなったのか公表されておらず、判明していないことから真相は闇のままとなっています。とは言ってもデマ情報であることは確かでしょう。ですが当時の状況を見ていくと、どうも星野仙一さんの娘さんの情報と混同した可能性があるようです。坂本冬美さん個人に関しては、星野仙一さんとのスクープが出された時期にご自身の体調が優れずに虫垂炎や膵臓炎などの持病が悪化し、一時期芸能活動も休業していた時期でした。ところが坂本冬美さんが三重県津市の病院で極秘出産し、子供は養子に出されたという噂が立ちましたが、星野仙一さんの娘は三重県津市の医師に嫁いで出産しているそうなので、ここから勘違いが生まれたとみてよさそうです。
人気演歌歌手が突然1年間も活動を休止すると、いろいろな憶測が飛び交うのは無理のないことかもしれません。2019年、日本テレビで放送された一周回って知らない話に出演した坂本冬美さんは、10年交際した彼氏との破局を告白しました。交際時期はいつ頃で、お相手はどんな男性だったのかは明らかになっていません。10年の交際は長い方ですから、おそらく結婚を意識したこともあったのではないでしょうか。2023年現在の恋愛事情については全く聞こえてきませんが、芸能生活37周年を今年迎えるにあたって、むしろ今後の歌手人生に胸を躍らせているようです。2020年には YouTube チャンネルを立ち上げたほか、桑田佳祐さんに曲を書き下ろしてもらうという長年の夢を叶えた坂本冬美さん。11月にリリースされ、紅白歌合戦でも披露したブッダのように私は死んだは、演歌歌手のミュージックビデオとしては異例の勢いで再生回数を伸ばし続けているとのことです。演歌歌手という固定観念に縛られず、柔軟な歌手活動を展開してきた坂本冬美さん、今後の活動にも期待は高まりますが、プライベートでも良いニュースをぜひ聞きたいものです。さて、坂本冬美さんが50歳を超えてもご結婚されないのには何か理由があるのではないでしょうか。ということで、結婚観についてのエピソードがないか調べてみました。48歳の時にちょうど年女であったことから、一時は結婚願望があることを口にしていることもあったようです。当時は占い師として有名なゲッターズ飯田さんにも恋愛運を見てもらったらしく、当時から再来年に良い出来事があると言われ期待感を寄せていたそうです。ご本人曰く、良い出会いがあれば結婚したいという願望はあるみたいです。その出会いに見合う男性との縁がないということなのでしょうか。それなので一部では結婚願望自体がないのではないかとも噂されていましたが、決してそんなことはないようです。さて、一方で坂本冬美さんは芸能界引退を考えたことがあったそうです。1987年のデビュー曲暴れ太鼓はレコード80万枚を売り上げる大ヒットを記録します。この年は第29回日本レコード大賞新人賞をはじめ数々の新人賞を受賞し、坂本冬美さんは演歌界期待の星として順風満帆のスタートを切ったのです。その後も夜桜を七、祝い酒、まだ君に恋してるなどのヒット曲を次々にリリースし、人気演歌歌手の地位を不動のものにしました。しかし、歌手活動15周年を迎えた2002年3月のことでした。坂本冬美さんは突然歌手業を全面休業すると宣言します。ファンはもちろんのこと、歌謡界にも大きな衝撃が走りました。それまで住んでいた自宅を恩師でもある作曲家猪俣公章さんの奥さんへ売却するなど、早くから休業の準備をしていたようです。坂本冬美さんの歌手休業について、実のお父さんである坂本雅夫さんの死を抜きにしては語れません。坂本冬美さんの父坂本雅夫さんは出稼ぎや漁師、土木作業員など仕事を転々としていました。留守がちな父の分まで子供を厳しくしつけたのが母の優子さんでした。特に女の子だった坂本冬美さんは口うるさいほど厳しくしつけられたのです。だから坂本冬美さんにとって父は甘えることのできる唯一の存在であり、大好きだったのでしょう。しかし、大好きな父親が突然この世を去ります。1997年のことでした。和歌山県内の海中から1台の乗用車が引き上げられます。車内から男性の遺体が見つかりますが、それはあろうことか坂本冬美さんの父正夫さんの遺体だったのです。交通事故死なのか自殺だったのかについては今もって解明されていません。このショックは娘の坂本冬美さんにとってあまりにも大きいものでした。父の死を受け入れられず、人生の応援歌を歌うのが精神的に辛くなったと述べていました。彼女はそれ以降、歌への情熱が薄れていき、芸能界引退を考えるようになりました。しかし、何年も前から決まっている過密スケジュールを放り出すわけにはいきません。プロの歌手である坂本冬美さんは歯を食いしばって耐えました。支えていたのはプロとしてのプライドだけと言っても過言でなない状況だったのです。そして仕事を徐々にセーブし、前述の通り全てのスケジュールを消化し終えた2002年3月から休業に入ったのです。坂本冬美さんは一時病気休養し、
復帰してから演歌だけでなくポップスを歌うことにも挑戦しています。病気療養していた時に壁にぶち当たり引退まで考えていたそうですが、復帰してからは気持ちも新たに新しい道を見つけていったと考えられます。最近の坂本冬美さんのヒット曲としては CM でも流れ、音楽配信でも400万ダウンロードというヒットになったビリーバンバンの歌をカバーしたまた君に恋してるでしょう。また坂本冬美さんはアルバムでも1970年1980年代のラブソングをまとめたカバーアルバムラブソングスを発売しました。好評を得てシリーズ化されたことで坂本冬美さんのイメージは少し変化したようです。いかがだったでしょうか。今回は坂本冬美さんに様々囁かれている噂について迫ってみました。演歌歌手という固定観念に縛られず柔軟な歌手活動を展開してきた坂本冬美さん、私生活では辛いことが重なり大変だったようですが、やはり歌手としての道を極めようと思い立ち復帰し、再び歌手として注目を浴びるようになります。まだ進化し続けるロックな演歌歌手坂本冬美さんのこの先の活躍も楽しみです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。